しょちゃん店いらっしゃい。はい、ということで皆さんお久しぶりです。インスタライブ見た人は知ってると思うんですけど、1本目は黒髪にした動画を撮る、あ、撮るじゃねえ、出すっつってたんですけど、そちらの動画をね、ボツにしました。その後に黒にした理由っていう動画を撮ってボツにしちゃったんですよ。その理由がね、ちょっと申し訳ないんですけど、顔のコンディションが本当に悪すぎます。なので今回もマスクしてやらせていただくんですけど、このマスクの理由は3点ほど理由があります。1つ、最近肌荒れが激しいのでその肌荒れを隠します。2つ、ちょっと顔のむくみ、まあシンプルなお肉を隠します。その3、しょうちゃんのポテンシャルがちょっとだけ上がります。この3点によりマスクをつけさせていただきます。皆さんちょっと申し訳ございません。ちょっとね、個人チャンネルだとアップになるじゃないですか。アップになるとね、ちょっととね、今許してくれやせんよっていうね、もしかしたら皆さんはね、いいよって言ってくれると思うんですけど、でも編集始めた時にあーってなるんですよ。もう一回撮り直そう、もう一回撮り直そうでキリがないってマスクさせてもらいます。最近ね、この辺もすごいなんか赤く腫れ上がっちゃって、なんかわかんないんですけど、あんまりひどかったら皮膚科行こうと思います。ということで本日何をやっていくかと言いますと、こちらもう見えますね、たくさんの洋服とか。今回はですね、しょうちゃんが今年もらった誕生日プレゼントご紹介とともに皆さんにねお礼の方を申し上げたいと思います。はい、ということで今年もですね、6月の24日、私ありがたいことに21歳を迎えまして、たくさんの祝福のメッセージをいただいたわけなんですけど、誕生日迎えたらへんからね、すごいね、企画的にすごく忙しくなってしまって、ちょっと皆さんの前にね、なかなか姿を現すことができなくて、ごめんねって思ってるんですけど、今回はですね、まあ誕生日からもうどんぐらいですか、2週間ぐらい経ったのかな、今年いただいたものをせっかくなんでね、紹介したいと思います。最近のね、アクレの動画とかインスタグラムを見ると、あいしょっちゃんそんなもん持ってたっけっていうのあると思うんですけど、そちらもおそらくいただいたものだと思います。ということで早速手に取りながら紹介していきたいと思います。まずというか、まずもあれもないんですけど、後ろから行こうか。こちら、はい、ドラゴンボール T シャツですね。かっこいい。これ結構割と早めに来てですね、もう 2,3 回着させていただいてます。もう 2,3 回着てるんですよ。これはドラゴンボール Z の魔人ブー編ですね。ツリーがいて、魔人ブーのいろんな形態が、純粋枠とかね、純粋とか。そうです、魔人ブー編結構深いんですよ。これ喋っちゃうと長くなるんで。これユニクロなんだ。ユニクロでこんな可愛い T シャツ売ってんの。ボロボロになるまで着させていただきます。続いてですね、こちらですね、本日届いたんですけど、こちらあのチャンピオンの、パーカータイプの、T シャツかな、カットソーっていうのかな、今見たんですけど可愛いですね。こちらですね、黒と白があるんですけど、僕がもらえるのは片方です。それもね、理由があります。なんでかっていうと、片方はハエテ君が着るみたいです。はい、お手紙に書いてあった通り、あのハエテ君とね、好きな方を、選んでくださいって言われてたんですよ。で、まあ黒とね、白なんですけど、ハエテ君、僕白いただきます。はい、こちらはね、ハエテ君に渡しておきますんで、なんか懐かしいね、なんかこういう感じの、はい、こちらチャンピオンの、着させていただきます。こちらもまだね、実は着てないんですよ。ゲスですね、ゲスの T シャツ、かっこいいね。黒金好きなんすよ。まあ黒金というか、あの金が好きなんで、自分あの時計とか黒金で、昔から黒金のね着たりしてたんですけど、なんかゲスってさ、シンプルな感じのデザインが多いと思うんですけど、今回他にもゲスのね T シャツをいただいたので、そちらはそちらで紹介するんですけど、こちらちょっとゲスの概念をぶっ壊してくる感じのね、このデザイン俺も好きなんだけど、僕の父親なんか好きそうなデザインなんですよこれたくさん着させていただきます、ありがとうございます。続いてこちら、竹尾菊池、わかんないっすはい、こちらね、かわいらしいデザインになっております。こちらもね、動画ではまだ着てません。ちょっとね、そのタイミングというか、動画で着ようっていうよりかは、普段からね着てるので、動画と被んないとね、動画に出ないっていうのがあるんですよ。この服で動画まだ撮ってないなって思ったら意識はするんですけど、ちょっと今回たくさんいただいてしまったので、まだ着れてないものがあります。確か同じだった気がするんだけど、こちらも同じブランドの竹尾菊池さんっていうんですか、っていうブランドのやつを、確か同じ方からかな。手紙はね、すべて読ませていただいたんですけど、確か同じ方からこちらもいただきました。こちらは何回か着てると思います。2回ぐらいか、
2、3回もう出てんのかな。運がいいタイプの服です。同じように着てるんですけど、なかなかね動画で被らないっていう。こっちもね可愛いんですよ。これねすごいゆったりしててね、今俺デブってっからね結構ね着ちゃうのよね。洗濯し終わってると着ちゃうんですよ、ついつい。めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらですね。これも着てるね、俺。もう動画で3回ぐらい着てる気がする。シャツ？シャツっていうか、七分丈のシャツ。これあれなんですよ。僕の今までのファッション業界っていうか、僕の中のね、今までなかったタイプの服の形してて、このまず、シャツなのに襟がないっていうタイプ。これ欲しかったんですよ。僕が買おうと思ってたのはシドだったんですけど、こういうね、あの襟がないタイプのシャツがすっごい前から欲しくて、でね、こちらの紺色でね、僕のメンバーカラーというかイメージカラー青じゃないですか。なのでね、すごいこれを着ると動画が映えるんですよ。中白系着てこれを着ると動画がねバチッとね決まるんですよね。ヘア撮影とかはあえて着させてもらったりしてました。で、こちらボーダーのねシンプルな可愛らしいTシャツ。こういうデザインね、改めて見るといいよね。なかなか着ないんですよ、こういうシンプルなね。手も出さなくなっちゃったっていうか、派手に憧れちゃう時期ってあるじゃないですか。っていうのもあって、なかなか自分では手出さなかったんですけど、こういうね、シンプルなのが一番ね、受けが良かったりするよね。こちらもね、横縞なんで、紺色のシャツとかと合わせたりって思ってます。はい、次。はい、こちら。こちらも着てるね、カンゴルーですね。でっかくカンゴルーって書いてあるんですけど、このタイプの色の服は僕2着目なんですけど、まあそれも前回ファンの方からいただいた服なんですけどね、すごい評判良かったんですよ。どこで買ったの、どこで買ったのって言われたんですけど、ファンの方からいただいたものなんでわかんねえと思って、でも調べるのもちょっとあれかなと思って調べなかったんですけど、こちらね多分受けバチバチです。カンゴルー流行ってるもんね、若い人。俺も若いけどまだ。なんすかね、なんかそのさ、ネットとかの風潮でさ、まあ僕たちみたいなありがたくいただけますけど、なんかそのネットでいただいたものをさ身につけることにさ悪いみたいなさ風潮が一部であったりするじゃないですか。ちょっと俺わかんないですね。いただいたものは素直に着ればいいのにって俺は思います。はい、次。こちら企画で着たかわかんないですけど、ゲスの T シャツですね。こちら胸にね緑色のゲスのワンポイントがあって、後ろに紫のでっかい、ゲスのやつがあるんですよ。もうザ・ゲスって感じですね。皆さんのおかげで好みの幅が広がったんですよね。こちらもね多分動画でもう着てるかな、わかんないですけど、たくさん着たいと思います。続いてですね、こちら。これは着てるよ俺、これはめっちゃ着てる。家にいるときはね、基本これ。まあ、なんか、部屋着って感じの扱いになっちゃってるのは、そう、送ってくださった方の本望であればいいんですけど。悟空、ピッコロフリーザっていうね。確かね、これも、さっきの ZT シャツとね、同じ方が送ってくれた気がする。手紙読んだ感じ、そうだった気がする。これもね、洗濯されてたら着ちゃうレベルで着てる。別に何が、なんでっていうのはなくて、なんかね、手に取っちゃうんですよ。ありがとうございます。続いてですね、こちら今日届きました。パーカータイプのカンゴルーの、T シャツですね。フードがついてます。かわいいねこれ。オーバーサイズだし好きだな。いいね。うわ、金のカンゴルーがいる。金のカンガルー。カンゴルーに乗ってるカンガルーってさ、カンガルーって呼んでいいのかわかんないけど、でもこれカンガルーじゃなくてカンゴルーっていうブランドなんでしょ。いや、色もめっちゃ好きです。ありがとうございます。はい、次。なんかこれも僕と言ったらみたいなブランドになってますけど、僕一度も自分で買ったことないです。こちら、わかるかな、わかんない人はわかんないよね。クロムハーツですね。かわいい、かっこよくない。これをね、僕に送ってくださった方が、ここがシドのね、前送ってくださったんですけど、いやー、これかわいいね。これも着てるかな、一回ぐらい着てたかな、動画で。なんかいつか自分で買えるようになってたなって思ってるんですけど、こうやっていただけるのはすごくありがたいです。ありがとうございます。次、コンバースオールスターのね、キャップですね。こちらまだね、家の中でふってかぶったりはするんですよ。前髪、髪がね、乾かしてね、あれな時とか。まだ外にかぶってったことがなくて。僕、頭が大きいんですよね。ちょっとかっこよくかぶってあげられるかわかんない。キャップもね、めちゃめちゃいただくんですよ。ありがたいことに。このレペゼンチキのライブグッズの、キャップは自分で買ったんですけど、それ以外はもう、しばらく自分でキャップ買ってないのに、キャップがめちゃめちゃあります。あ、いいじゃん。あ、いいね。なんか有名人みたい。すごく可愛いキャップ、ありがとうございます。キャップは基本的にプライベートで回しながら使ってるので、これを僕にプレゼントしてくださった方、安心してください。めちゃめちゃプライベートで被ります。どっかでまたね、帽子被る機会があったら被ろうと思います。ありがとうございます。こちら
これもね、動画で来てますよ、僕。知ってる人は知ってんじゃないかな。こちらね、最初半分、上半分の読み方はわかんないんですけど、まあ、いわゆるアルマーニというね、ブランドです。まあ、知ってる人も多いんじゃないでしょうか、アルマーニってね。この、ロゴがドーンって入ってる感じがね、すごく好きなんですよ。なので、これはね、確かシャツとかと合わせたりしてるんですけど、ミュージックビデオとかで着てたセットアップあるじゃないですか。あれがね、これと全く同じアルマーニなんですよ。まあ、古着なんですけど。あれと合わせてもいいね。あれと合わせたらちょっとかっこいいかもな。そのうちやりたいと思います。ということで、ありがとうございます。じゃあ次、こちら。なんて言うんだろう。アペ。これも今日送られてきました。うわ、かわいい。すごいかわいい。めっちゃ好き。うわぁ。痩せてデニムと合わせてって感じですね。すごく可愛い T シャツです。ありがとうございます。来ました、こちら。皆さん気になってたでしょ、もうこちらも身につけさせていただいてます。皆さん多分ご存知、ルイス・ヴィトンです。ルイス・ヴィトンつったらね、ヒカキンさんとか、まあ僕が知る限りだとガンちゃんとか、いわゆるもうザ・ハイブランドの類です。じゃじゃん、こちらブレスレット。はい、超デザインが可愛いです。これね、ごめんなさい、めちゃめちゃつけるの大変なんですよ。俺一回これでね、つけるのに10分かかった。きたー、ついた。こんな感じです。ハイブランドなのにね、この謙虚な感じすごい好きです。ありがとうございます。ということで、こちらラストです。じゃん、 DSB の何ですか、小物入れかな、ポーチ。こちらはね、誰からもらえたかっていうのはね、皆さんに言えるんですよ。僕らのマネージャー前田氏からいただきました。皆さんに言ったっけ、こちらディーゼルのカバンなんですけど、こちらもね、去年の誕生日に前田氏からいただいたものです。エアポッツとかヘアゴムとかヘアピンとか、あとねケーブルとか入れて、使わせていただいてます。その利便性が高く、デザインも可愛いんで、ありがたい、嬉しいです。ありがとうございます。前田氏って言うと怒られるから、前田さんありがとうございます。ということで、こちらがね、一応一部になります。まあ他にもね、少し紹介すると、ヒルゼン焼きそば風味焼きそばすごいな。お菓子とか、横浜ロマンスケッチクリームサンドビスケット、うまそう。これ個別だからちょっと1個食べてみます。いただきます。うまい、うまい。お菓子ね、めっちゃありがたいんですよ。撮りますけどね、練習中とかってつい食べちゃうんですよね。自分で買わない人なんで、あると食うタイプなんで、送ってくださるとね、つい食べちゃうんですよ。今年妹からもね、誕生日プレゼントで今年もお菓子の詰め合わせをもらってね、もうほとんどないんですよ。例えばこんなのも、新潟昔懐かしい黄色いカレーバスセンターのカレー。バスセンターのカレーって何、うわ食いてー、今食いてー。ご飯と食わないとこういうの意味ないんで、あとでします。あとはね、相手あんまり紹介しないんですけど、ポケットからキュンです、何落としたのキュンです、君がくれたキュンです、でも君にあげられなくてしょです。ちょっと音程違うな今年も分厚くなりましたね。たくさんのお手紙、そしてこういうね、キュンですノートなんですけど、翔ちゃんベースとかの追い立ちというか、アクデのやつが載ってて、そういうところ見てんだって思いますよね、こういうの読んでると。あ、そういうところに目つけるって思うんですよ。コメント欄とかもそうなんですけど、なんか自分がさ、力入れてるところ見られるのも嬉しいんだけど、なんか自分が気を抜いちゃった場所とかあるじゃん。そういうところに対してさ、ツッコミを入れてくれるとさ、そこが生きるというか、すごく面白くなるんですけど、まあもう一回読んでるんですけどね、こちら。こう見るとやっぱり翔ちゃん髪型変えすぎだなって思いますね。ちょっとちらっと言いますけど、僕がそのね、本来1本にしようと思ってた企画、2回ボツにしたね、そのなんていうの、翔ちゃんが髪色を黒にした理由なんですけど、キャラクター性っていうものが欲しくて、黒で1年間固定したいと思います。こんなね、軽く言うつもりじゃなかったんですけど、もういいですよね。来年の誕生日を迎えるまで黒髪で行くので、ご了承お願いします。キュンです、ありがとうございます。そして皆さん、キュンです。以上で21歳になって皆さんからいただいたもののご紹介の方を終わりにしたいと思います。先に言わせていただきます。皆さん本当にお祝いのコメント、そしてこのようなプレゼント本当にありがとうございます。まあ21歳の目標はね、インスタライブ
ツイッターでも言ってるんですけど、今僕がやってること、まあだいぶがむしゃらです。やってることは。いつか意味あるものになるんじゃないかと信じてやってます。それを意味あるものにするのが僕の、今年の目標になってますので、ように頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、そしてコメント欄の方よろしくお願いします。他の SNS、Twitter、Instagram、そして TikTok も始めましたので、皆さんフォローの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。